低アルコール飲料は、アルコール飲料のうちアルコール分が低いもの。決まった定義はないが、アルコール分が10%未満のものを指す。度数にして1%未満のアルコールを含む飲料。これは通常、ノンアルコール飲料、またはローアルコール飲料と呼ばれる。一般的には前者を指すことがほとんどである。低アルコール飲料は大きく以下の2つに分類できるが、 ビールのアルコール飲料を含まない紅茶だけを低アルコール飲料として扱う場合も多い。缶、瓶入りのアルコール飲料として市販される場合は、酒税法上のビール、発泡酒、その他の雑酒、リキュール類、スピリッツ類、甘味果実酒などに分類される。缶中杯に記された、お酒ですの表記と展示、お酒特に、中杯、サワーのような低アルコール飲料の場合、 缶のデザインに果物をあしらっているものが多く、また、ビール系飲料と異なり、商品名からお酒を連想しにくいことから、清涼飲料水と誤って、購入、誤飲するケースもあり、缶蓋、側面に、お酒である旨の記載がされている。ありがとうございます。